1930年代戦闘形状東屋がある、中央建物は旧大江戸百貨店、豊原本店。新古典主義様式である白色の右側建物は、三越百貨店旧豊原店大江戸百貨店は、豊原市も丘通り沿いにあった、百貨店。江戸っ子百貨店とも呼称されていた。同市内に、三越百貨店旧豊原店に隣接。同建物は現在、 サハリンデパートユジのサハリンスク本店を呼び、裏ミフカ百貨店、豊原本店が開店するまでは、カラフト唯一の百貨店だった。テンプレート、店名誤り、丸越江戸っ子五福店は正解三越百貨店とは何の関係もない愛知県一宮市出身の寺沢、タイザブローが開業。店舗は、鉄筋コンクリート3階建てで屋上に展望台があり、カラフト1の 高層ビルであった。後に、後継者が事業縮小し、豊原大2南一丁目移転。昭和教皇や世界教皇の影響を受けて閉店後、初代店舗建物は豊原警察署となり、現在跡地には別の建物が建て替えられている。Google ストリートビュー画像。ありがとうございます。